はい、こんにちは。今回はですね、はい、こちらの、雑誌あるんですけど、これヘアカタログですね。中身は髪型がたくさん載ってるヘアカタログなんですけど、この中にある、1ページですね。あんまり雑誌の中は見せられないんで、ちょっと、読むだけにするんですけど、夏のモテヘアのね、トップ10っていうのがあります。その中のね、1位が多分後で画像をちょっと出すと思うんですけど、町山裕彦さんがねモデルになってる、ワイルドマッシュショートという髪型ですね。この髪型を、今回はちょっとやってみようということで、はい、そういう企画でございます。では、そうですね、まず、いろいろと説明をしなきゃいけないんですけども、今回は初めて僕の動画を見てくれる方もいるかもしれないので、今回はちゃんとカットとか、編集をしてやっていきます。いつも編集してるんですけど、ここ2回ぐらいはちょっと編集なしでやってたんでね。はい、では早速準備するものですね。1、これですね、寝癖直し太。これはお風呂入った後の方だったらいらないんですけど、こうちょっと朝起きたばっかとかね、そういう方は寝癖直し太ですね。それから、ヘアアイロン、これはストレートアイロンでも一応今回パーマっぽい髪型ですね。なので固定でも大丈夫です。一応僕はストレートアイロンで、もう一つは、はい、ドライヤーですね。この3つあれば大丈夫かなって感じですね。はい、最後にワックスとかスプレーを使うんで、スプレーはどっちでもいいんですけど、とりあえずワックスがあれば、4つですね。はい、では早速やっていきます。まず全体をしっかり濡らします。はいはい、しっかり濡らし終わったらですね、8割程度乾かすぐらいで、まずはね、はい、なんで強さは、強風で大丈夫です。ではまた乾かし、8割ぐらい乾かし終わったら、また説明していきたいと思います。はい、ある程度今乾かし終わったんですけど、大体乾かし終わったらですね、今度セットした時にね、こう立たせたいところ、ボリュームを出したいところをですね、根元から、いろんな角度からね、こう風を当てていくっていう作業をしていきます。で、そうすることによって、ドライヤーだけでも結構立ち上がりを作ることができるので、はい、ぜひやってみてください。ドライヤー作業が終わったんですけど、ドライヤー作業が終わった時点で、これくらいの、はい、これくらいのボリュームが出てればいいんじゃないかなと思います。はい、では次はさっき用意していただいたアイロンを、電源を入れてね、設定温度は人によって変わってくると思いますけど、120から180ぐらいの間で、自分の好みに合わせてでいいと思います。僕はいつも180度でやってるので、はい、180度でやります。今回もアイロンの温度がね、そんな話をしているうちに180度になるので、やっていきたいと思います。じゃあまずは、前髪からやりましょうかね。はい、こっからはあんまりカットしない方が分かりやすいという意見が多かったんで、カットなしでいきます。で、前髪を横にこう曲げたいんですよ。そういう時はこうちょっと縦にアイロンを挟んでね、で斜めにこうスライドさせていくと、こう横になるんですよね、ここだけ。はい、それを何個か作っていきます。僕の場合、画像よりも前髪がね長いので、そこだけはちょっと違うと思うんですけど、なるべく画像に似せて作っていきたいと思いますので、はい、
頑張りたいと思います。で、サイドはちょっと膨らませながら内巻きにします。ちょっと膨らませながらね、はい、内巻きにしていきます。まあ、町山くんのサイドを見ると2ブロックなんで、ちょっとそこも違ってくると思うんですけど、もし2ブロックの人がいたら、はい、同じやり方でいいと思います。膨らませながら、ちょっとこう膨らませながらカーブをかける感じ、こんな感じでいいと思います。はい、まあ、一応僕も2ブロックなんですけど、幅がすごい狭い2ブロックなんで、もみ上げ部分しか2ブロックにしてないので、はい、でちょっとこうね、アイロンのかけが足りなかったところはさっきよりも強く手首を巻いてやっていけばいいと思います。これね、でもカットしないでちょっと髪型セットしてるとどうしてもこう口数が減ってくるんで、その辺はご了承ください。はい、では、まあ前髪はこんなもんにしておいて本題に行きましょう。で、本題はですね、からまあ内外のランダムにかけていくとこですね。横に挟んでそのままスライドさせます。はい、内巻きですね。これで内側のくるんっていうシーカール、一応画像っぽい位置には作っていきたいと思うんですけど、で、そうですね、こんな感じでいいんじゃないかな。今んとこちょっとね、この鏡を見て画像を見てカメラを見てっていうこの作業がね、非常に難しいです。あとね、今ちょうど撮ってる時期が夏なんでね、汗ですごい髪がね濡れてきちゃうんで、髪が傷んじゃいますね。それね、暑くてね、前髪がせっかくやってもまた束になってしまうんですよ。だから夏は早めにセットしないと、時間的な問題もあるんですよね。暑いですね。こう下からだんだんと作っていく方が僕はやりやすいと思います。上からやっていくとね、こう上のをこうどけて下の髪をこう取ってやんないといけないんで、どっちかって言ったら多分下からやった方がね、楽にできるんじゃないかなと思います。で、束はね、太めに取って大丈夫だと思いますよ。すごい細く取っちゃうと、全体の印象がまた変わってしまうんですね。で、ここで逆巻きですね。はい、この耳より後ろの方はちょっと逆巻き気味で、画像を見る感じだとちょっと耳を出す感じにしてるんで、はい、ちょっとこの辺は逆巻きにして耳が出るようにねやっていきたいと思います。まあこんな感じですね、後ろに向くように。はい、したらその後ろでまた内巻きと、こういう風に、まあ、ランダムに巻いていきます。で、耳の後ろは逆巻きと、これも熱いですね。そう、汗かいちゃうからやっぱりこうバチバチバチって言いましたね今。ちょっと襟足はもうちょっと後にしましょうか。はい、こんなもんですね。はい、こうして内巻きをね作っていきます。はい、こんな感じですね。
よし、じゃあトップの方に移っていきますか。こう解説をしながらやるとやっぱ時間がねどうしてもかかってしまうんですけど、まあ、皆さんはねこの動画を見ていただいた方はこの動画を見た通りに順調にできればおそらく、15分かかんないくらいでできると思います。まあ、僕の場合こういちいち近づいたり画像を見て鏡を見てカメラを見てってやってるんで時間かかっちゃうんですけど、あとはですねこういちいち毎朝やるのがめんどくさいっていう方はそうですねパーマをかけてしまうのが一番早いですね。多分この画像とかを持っていっていただいてこんな感じでパーマをかけてくださいというのが一番早いんじゃないかなと思います。まあこんなもんですかね。はい、じゃあアイロン作業は大体こんなもんで終了したいと思います。はい、では次は、ワックス作業なんですけど、まあ今回も、まあね、一応誰でも手に簡単に手に入れやすいようにこのギャツビー、ムービングラバーマルチフォルムという、まあこれはコンビニでも売ってますからね、はい、誰でも買えると思います。それをこれくらいですね、はい、これくらい取ります。で手のひらとこの指の間にもしっかり伸ばしたら後ろからつけていきます。ちょっと鏡を見させていただくので画面から消えるかもしれないです。ギリギリ映ってるかな。で今回ですねこのワックスつけるときなんですけど、まあ見てもらえれば分かるようにこうくしゃくしゃっとラフにつけてもらった方がパーマっぽい感じが出るんじゃないかなと思います。でこっちのちょっと形を作った方は崩さないように軽く握るようにつけていきます。で最後に前髪ともみあげんとこつけます。はい、でワックスはこれで終わりですね。あとはこれをねこう束ごとにねじってね形をつけていくだけです。でまあこの作業は本当にただこう形を作っていくだけなんで、カットします。で最後にスプレーをして終わりですね。はい、この細かく束を作っていくっていう作業終わったんで次はスプレーです。まあ、これはトリエフィックススプレー8番っていうスプレーですね。まあスプレーはこれ一応ハードスプレーなんで、まあ、ハードだったら何でも大丈夫だと思います。でこれ結構距離を離してスプレーをしてあげないと物によっては結構白い粉が出てしまったりカチカチになってしまったりするんで、ちょっと束をつまんで浮かせながらちょっと空気を含むように、はい、スプレーを吹きかけていきます。はい、ではスプレー作業も終わりです。ではこの今膨らましたところをちょっと、ボリュームを落としてですね、では回ってみたいと思います。一応今完成したんで、正面からなんですけどちょっとどうしようかな、アングルがちょっとカメラのアングルがいいですかね。これで後ろにねこのちょっと鏡があるからちょっと下からちょっとこう斜め下からやろうかなと思ったんですけど、まあこれでいいですかね。はい、正
正面から見た感じはこんな感じですね。で、右から、右に回っていきたいと思います。おっと、ここぐらいですね、ベスト。はい、で左向きます。よいしょ。はい、では、後ろこんな感じです。まあちょっとやっぱり形は違いますけど、そのカットとかね、髪の長さとかの、こともあるんですけどね。こんな感じでセットすればこのね、こういう髪型ができるよっていう感じの動画です。はい、まあ手順的にはこんなもんですね。全体的にはまあ15分前後あればできる髪型なんで、ぜひよかったら挑戦してみてください。他にも、僕いろいろ動画出してるんで、よかったら、髪に興味がある方見てみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。